皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。前回の化石発掘の動画の最後の方で、最後の最後でもう一回、化石発掘に行きたいななんてことを言ってたんですけれども、ちょっと急ぎの仕事が入ったり、家族の作業を手伝えることが入っちゃったりして、化石発掘は最後の最後ちょっと行けなくなっちゃったんですけれども、その24日化石発掘をやった後にですね、いわき市の方のちょっとハードオフに寄ってきまして、そこで購入したものの紹介をしたいと思います。はい、で購入してきた品がこちら、パナソニックのラジカセではなくて、ラジ MD ってなんですかね、一応 CD-MD システム、名称としてはパーソナル MD システム、RX-MDX7 という機種になるんですけれども、CD と MD とあとはラジオが搭載された、ジャンルでいうとラジカセになるんですけれども、ジャンク品で購入してまいりました。でこちら値札には、チェック時 CD-MD 再生できました。でラジオ FM 受信、 AM はアンテナないため受信しませんということだったんですけれども、で値段が2500円、税込みで2700円ですね。で本体の状態なんですけれども、見た感じそれなりに使用感があって、結構この辺の天板とかにも傷があったり、フロントの正面にも傷があったりで、決定的なダメージというのがこちらにボディの完全なこう欠けちゃってる、クラックが入っちゃってるところがありますよね。ただそれ以上に致命的なダメージっていうのはなさそうなんですけれども、一応動作はするということですね。なのでこれから一応動作確認の方をしていきたいと思います。でパナソニックのラジカセのシリーズなんですけれども、90年代以降に登場したラジカセで、いわゆるコブラトップシリーズというのがありまして、コブラトップというのはラジカセのこの上のところなんですけれども、そこがこういうふうにパカッとこう開いて、そこにこう、文字の表示部とかテープカウンターとかがデジタル表示されるこの表示部とか、あまり使わないようなボタンがこう並んでるところとか、この開いたところの下側がこうカセットのデッキがこう2つ並んでるみたいな感じのコブラトップシリーズがあったんですけれども、こちらのその MDX7 はそのコブラトップシリーズの一番最後に出た製品なんですね。でいわゆるバブル時代の末期の頃に各メーカーがこう重低音を売りにしたラジカセをいっぱい出してたんですけれども、パナソニックから出してたそのこちらの上の方にあります、DT シリーズ、コブラトップの初代の頃のシリーズなんですけれども、DT シリーズからずっとこう1993年、4年くらいまで、最初のシリーズが続いて、で95年から、ED シリーズというのが始まって、その他に、ST とか DS というのがあって、で今回購入した MDX シリーズっていう、カセットに代わって MD が搭載されたシリーズが出て、1999年をもって、こうした高機能な、ちょっと多機能といいますかね、そういったラジカセのシリーズはそれで終わりを迎えたんですけれども、シリーズがこう進んでいくに従って、こうなんていうか
プレス機でこう押しつぶしたみたいにこうだんだんラジカセが平たい形になっているんですけれども、まあ、ラジカセは大抵正面にこうスピーカーが向いてるんですけど、まあ、シリーズが末期になってくるとこう、上にこうスピーカーが向いて取り付けられているような感じの形になっていきましたね。はい、というわけでこちらパナソニックの RX-MDX7 動作確認をしていきたいと思います。はい、というわけでこちら本体を上から見た状態なんですけれども、今コンセントを挿している状態で一応通電は確認できます。でこちらに電源ボタンがあるので電源入れてみましょう。はい、LED が緑色になって、これ一応電源入りました。で、まあ、表示部が隠れちゃってるのでこのままだとただ電源入ってるのかちょっとわからないので、こちら、まあ、このシリーズの特徴でありますコブラトップ、ここは MD コブラトップとありますけれども、こちらを開けます。ここにコブラトップの操作ボタンがあるんですけど、こちらの右側のオープンを押します。というわけでここがパカッと開きまして、こちらの表示部が出ましたね。こちらの表示部には FL 管が使われてまして、結構こうブルーとかイエローとかこうカラフルな色になってます。で、まあ、撮影前にちょっとテストをいろいろやって、まあ、表示部に、まあ、表示の欠けとか、まあ、ドット欠けみたいなものはないみたいで、まあ、綺麗に表示されてます。じゃあまず CD プレイヤーの動作確認したいと思います。でかける音楽は、まあ、こちら YouTube のオーディオライブラリーからちょっと CD にしたやつをちょっとかけてみたいと思います。こちらに CD ドライブのオープンクローズのボタンがあるのでこれを押します。はい、するとトレイが出てきますので、トレイに CD をセットとします。はい、こちらのちゃんと11曲入ってまして、ちゃんと認識されましたね。じゃあちょっと再生してみたいと思います。こちら CD の再生ボタンを押します。再生はされるんですけれども、今ちょっと分かったことが あれなんですけど、ちょっとですね音がちょっと飛んだりしてます。で、まあ、テストの時にもちょっと起こったんですけれども、一定のところまで演奏が続いて、まあ、10秒くらい戻ったりして、再生がちょっとうまくいかなかったりするっていうことがありました。じゃあ次は選曲してみたいと思います。まずは曲を飛ばします。ちょっとボタンの効きが悪い感じですかね。じゃあ曲を戻します。テストをしている時に起こったことなんですけれども、こちらの本体のボタンだったんですけれども、若干の誤動作がありました。例えばこちらボリュームボタンでボリュームを調節しようと思ったらば、なぜかこちらの CD のトレイがバーッと出てきてしまったり、でコブラトップを開けようと思ってもオープンを押しても開かなくて、なぜかクローズを押すと開いたりするっていうことがありました。
じゃあ CD 止めます。で、イジェクトします。まあ、とりあえず大丈夫っぽいんですけど、ちょっとまあ、音飛びする感じが出てますね。ただ他のディスクでちょっとテストした時は音飛びしなくなってたので、もしかすると、まあ、このディスクの作成のまあトラブルかもしれないんですが、まあ、音飛びは若干出るっぽいです。じゃあ続いて、こちら MD の再生テストしてみたいと思います。こちらはまあ昔録音した MD なんで、こちらちょっと著作権のある曲なんでちょっと流せないと思いますが、一応再生テストしたいと思います。こちらのスロットに入れます。ちょっと CD の表示になってますけど、一応こちら MD の再生ボタンを押せば、というわけで、MD の再生も大丈夫ですね。こちらは音飛びとか起こらないので、まあ、大丈夫かなと思います。ちゃんと曲名も、まあ、昔入力した通り出てますので大丈夫っぽいですね。じゃあ MD 取り出します。はい、取り出しも問題ないですね。続いてラジオを確認したいと思います。こちらラジオのボタンですけども、はい、一応 FM に最初切り替わるんですけど、一応アンテナ立てたいと思うんですが、こちらのアンテナこう非常にグラグラして、固定ができないのでちょっとこの状態で伸ばしてみて、こんな感じなんですけど、まあこの根元がちょっとグラグラしちゃってるので、まあこれはまあ仕方ないとして、チューニングしてみます。というわけで、まあラジオの関係はちょっとあまり入りが良くない感じですね。で AM に関してはこう本体の後ろに、アンテナ線を挿すところがあって、まあ、ループアンテナが本来本体に付属してくるんでしょうけども、まあ、これにはちょっとついてきてませんので、ちょっとラジオの入りは良くない感じです。ただまあラジオをこれで聞くっていうことはないとは思うんで、まあこれは別に構わないと思います。と最後に、こちら YouTube ライブのオーディオ音源から、MD の新品の方に、ダビングをしてみるテストをしてみたいと思います。まあ、ダビングをした上で、こちらの MD に、曲名の入力をしてみて、それができるかまでちょっとチェックしてみたいと思います。じゃあこちらの MD の録音ボタンを押します。
はい、というわけでダビング始まりましたんで、まあ全曲ダビング終わるまでちょっと待ちたいと思います。というわけでダビングが終わりましたね。とりあえずダビングができてるかちょっと再生テストしてみたいと思います。とりあえず大丈夫っぽいですね。じゃあこの後 MD のタイトルとか入力してみたいと思います。まずはディスクタイトルですね。ディスクってなってますので、はい、といった感じで、タイトル入力できました。はい、というわけで、まあ、一通り動作確認して、まあ、CD と MD と、まあ、ラジオ、それから CD から MD のダビングをやってみました。まあ、機能的にはまあ、ほぼほぼ問題ないかなとは思うんですけど、まあ、若干 CD が音飛びする問題とか、まあ、ボタンの機器が悪かったりちょっと誤動作するっていうところはありますけど、まあ、ほぼほぼ大丈夫なんじゃないかなと思います。で、まあ、ここにねちょっと思いっきり、かけちゃってるところがあるので、まあ、今後これをちょっと修復してみたり、まあ、最終的には、まあ、全塗装して、リノベーションしてみたりするのもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、今後ちょっとそういうところは考えてみたいと思います。はい、というわけでこちらの MD なんですけど、どうでしょうね、20代の方はギリギリ知ってるのかなとは思いますけど、まあ、カセットテープに代わって、まあ、新たにこう普及させようとしたメディアなんですけども、まあ、結局は大きく普及する前に、メモリーオーディオの時代が来てしまったので、まあ、あっという間に淘汰されてしまった感じはありますよね。まあ、やっぱりあのカセットと比較して、まあ、ダビングの手間がそれほど簡単になったかといえば、まあ、リアルタイムで時間がかかったり、まあ、若干こう倍速とかで録音したりすることもできるんでしょうけども、まあ、その後登場した、まあ、CDR とかメモリーオーディオに比べちゃうとそういう、まあ、手間が結構かかるので不便なっていうのも、まあ、若干あるといえばあるんですけれども、まあ、オーディオ文化の遺産として、まあ、今後も残していきたいなと思っています。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。で、今回の動画が今年最後の動画になるかと思いますので、まあ、皆さん良いお年をお過ごしください。それではまた別の動画でお会いしましょう。